そんな感じですね。ボディクリーム今何使ってますかって言われたんですけど、ボディクリームね、今妊娠線予防クリームのやつなんだっけ、エルバビーバだったかな、エルバビーバみたいな、そういうやつを使ってます。はい、でメイクは以上です。で、ちょっとだけヘアもやろうかな。ヘアね、今ねクリームをちょっとつけて乾かしてっていう感じなので、あんまりね、東京の方の店に品数は少ないかもしれないんですが、ちょっとねアレンジしたいものがあって、それを使わせていただきます。まずここの位置で結びます。ここの位置で結びます。キュッて下に下がるように、でくるってします。グッて、で耳にかけます。そうするとね、なんか三つ編みみたいになるんです。でもう一個この位置で結びます。そうで、またくるっとします。で2段階にします。そしたらヘアピアス、ちっちゃいヘアピアスをパセヘアピアスって言います。なんか東京の店舗にもまだ在庫がほんのちょっとだけあるって言ってたんですけど、まあでもなくなっても入ってくる商品なので、こんな感じで片っぽだけとかでも可愛いかなって思います。そう、ヘアピアスっていうだけあって、前もね、シャッタードヘアピアスを紹介したんですけど、その時は内側にしたんですけど、今日はね前に来るようにしました。このゴム突然パチってくれる時ないですか？まあゴムもね消耗品だからありますよね。そうで、クリーム今ねもう使いました。で前髪いつも聞かれるんですけど、前髪は濡らして乾かして、もうこうやってガッて上げて、で前に下ろして、この前旦那さんにちゃんと切ってもらったので、いつも自分でバチバチ切っちゃうんですけど、この前はねちゃんと切ってもらったので結構まとまりが良くなりまして、みちかちゃんの髪もねデザイナーが切ったんですよ。そう、みちかちゃんこれぐらいだったかな、それがこれぐらいに、一回これぐらいに切ったんですけど、最後にもう一回切って帰りました。そうで、お金をつけてこんな感じです。で、服どうだろうな、服これ前もでももしかして投稿したことあるかもしれないんですが、かもしれないけど、スケスケなんです。ここがマルジェラのやつで、ダナーソックスにマルティニアーノの靴、これすっごい履きやすい、もう超柔らかいレザーだからすごい履きやすいんですけど、割と繊細だから気をつけながら履いてます。で、お腹はこんな感じぽっこり。そう、でもトップスはヴィンテージなのであれですね、そう、こうブランドとかはないんですが、ここのチョーカーウェーブチョーカーと、これがね広島で発売できたらいいなってやつです。これマルチカラージェムって、このジェムがいっぱいじゃなくて、これとかいろんなジェムがいっぱいあるので、こういうその時にこれ色見つけたら、もうこれが
もうそれしかないって感じの色なので、なのでもし見つけて気に入った色があったらそこ買った方がいいと思います、この子に関しては。で、タイムですね、ピアス、リーニュ、イヤカフ、これがもうちょっとで終わります。シエロっていう、これ今日はオレンジのジェム入りを使ってます。で、これフォーエバーリング、ダイヤ入りの、これはオーダーの商品になりますね。男性とこうペアでオーダーしたりとか結婚指輪に選んでいただく方も多いです。で、これも18金のピール WO っていう、そう、これはね前も紹介したんですけどパールが入ってる。で、これもオーダー、これとこれがね、オーダーがもうすぐ終わるやつ、この上のやつと下のやつね。そう、これビビエっていう商品です。で、こっちがドロップスですね、っていう感じです。で、お皿ね、言われてたんですけど、何人かお問い合わせがあったんですけど、お皿はね、次回のインスタライブかストーリーでいつ発売になるかを紹介させていただきたいと思います。インスタライブかストーリーで、でも分かった時点ですぐ報告させてもらうので、もう今そう、シッピングの準備段階には入ってますので、ネットでも購入できるようにねしたいなと思ってます。あと洋服もね、私が着てた S サイズと M サイズの3着と5着のやつは、それもできるだけ早く、あ、でも今作ってるから作り終わったらもうアナウンスするので、どうだろう、早いもの勝ちにランクの上の方から買えるんですけど、それをその他は、それで余ったらになるのかな、うん、余ったらになるのかもしれないけど、早いもの勝ちっていう感じになると思います。はい。で、あとね、広島のポップアップが始まります。2月22日から25日です。で、2月22日17時から20時、ちょっと短い時間なんですけど、そう、22日は17時から20時、23から25日は11時から20時、朝の11時から20時、夜までやってます。広島ね、私昔旅行で行ったけどすごいいいところだった。宮島ね、とか美味しいものもいっぱい、広島風お好み焼きとか、九州なので私出身が、だからすごい近いです広島で。あとね、今週末からオンラインでクォーツティースが購入可能になります。で、発送は購入されてから LA から出荷になるので、手元に届くまでは 4,5 週間かかっちゃうんですけど、ですがめっちゃ可愛いですよ、やっぱりクォーツティース、いやー、これね、お団子とかしてそのさって刺したりとかもできるし、これとかね、ちょっと待って、あと、そう、オンラインでね、今まで買えなかったのでオンラインで買えるようになるって、すごい、いろいろオンラインで買えるように今やってます。結構オンラインで買えないんですかっていうお問い合わせが多いので、これね、これもね、これはね、1年前のトゥさんかなでクォーツを購入したものをこういう風に加工して、そう、結んだところにスッて刺しても可愛い。オンラインの中でもつけた感じとかも全部載ってるので、そう、どのぐらいの大きさとかは分かりやすく見やすくなってると思います。なのでしっかりネットを見ていただければと思います。そう、あとちょっと待ってくださいね、あとちょっと質問に答えていこうかなと思います。なんとなく答えながらは言ったけど、答えられてないものもあると思うので、どうも買いました、おはようございます。始まり10分前に起きました嬉しい、8時かな今、多分ツヤツヤですね、嬉しいです。
そう、あ、リアルタイム見るの久々、そうか、時間帯によってね、見れる見れないありますよね。あ、以前ライブの時に着たテラコッタっぽい色のインナーはどちらのものでしたか。あれはね、エミリー、あのタンクトップのやつかな、エミリーウィークっていう下着のブランドで、最近あのマタニティブラを探してる時にすごいやっぱ締め付けられるのが嫌すぎて、でもなんかちゃんとフォールドされるものと思って探して、でみんなに聞いてたら、あの柿内彩美ちゃんにこれいいよって勧められて、で日本からでオーダーして、それをみちかちゃんに持ってきてもらったんですけど、すごい良かった。あれはね、カップ付きでした、あのタンクトップのやつは、テラコッタみたいな色のやつは。ネイル味噌ね、可愛いですよね。ジェイハンナ、これですよ。そう、これ結構好きな色だった。でファミは香りありますか？あんまりないかもしれん。ちょっとあるけど、まあ強い香りでもないですね。トーンのパープルの下地売り切れでした。一番ね、透明感は出るんですよね、トーン。ムーの下地ね、いいですよね。ファミのファンデ出ましたね、欲しいな、試してみたい。ムーのファンデとカラーチューナー買いました。みんな結構コスメキッチンに走ってません？コスメキッチンとメイクアップキッチンにあのみちかちゃんも帰国して速攻行ってたから、すごい、もうなんか大きい荷物持ってそのまま行ったんじゃないかって思いました。パンプキンローズ、そう、パンプキンローズね。マイカット参考にして今までで一番いい感じになったら嬉しいですね、それは。そう、あとはね、やっぱ大きい鏡でやることですよね、メイクはね。大きい鏡でやらないと、私も結構ちっちゃい鏡でファーファーってやっちゃったりするんですけど、ただ最後のバランスは大きい鏡じゃないと、眉毛の、まあ、特に整える時とかはね、眉毛の幅とか、なんかどういう風に変えたらいいかとかは分かんないと思う。うん。あ、スネークチョーカーの重ね付け、そうですね、絡んでしまいますね。私も結構絡んでしまうので、こう気づいたらこうやってやってます、いじって。目の下のクマが目立つんですが、どうやってカバーしたらいいですか？目の下のクマ、あの前もクマの隠し方ちょっとやったんですけど、こうここにコンシーラーをババってのせて、線だけに、全部じゃなくてここの線だけのせて、その周りをこうやってぼかす、でパウダーとかで抑えるっていうのが一番いいかなと思います。ファミのクッションファンデとかクレンジングバーム、あーねー、使ってみたいけど、私はアメリカにいるからまだ使えないから、どうにかして手に入れたいなって思ってます。妊娠して目元にシミが増えてしまいました、何かおすすめアイテムありませんか？妊娠してね、シミが増えてしまいました。もうシミってなると隠すか、ベースからしっかり整え直すか、どっちかなんですよね。でそのベースから整え直すっていうと、もう私はモイスティーヌかな。隠す以外はモイスティーヌしかないと思う、本当に。そう、ベースからしっかりシミを取るとかはね。はい、朝はいいんですが、夕方になると香りが悪く見えてるのが悩みです。ファンデの色が合ってないのかな。夕方になると顔色が悪く見えるのは、まあどうだろう、ライトとかもあるのかもしれないけど、ただ落ちてくるっていうのは一番あるかもしれない。あのみちかちゃんのお肌もそうだったんですけど、この辺結構黄色く見えやすくて、やっぱりこう夕方になってくるとファンデとか落ちてくるから、うんかな。ただがっつり塗りすぎるのもなんかひび割れちゃったりして好きじゃないから、気になる場合はやっぱあのなんだろう、まあ、ファンデじゃないにしても、こういうねハイライターとかの紫系を持ち歩いて、さって塗ってあげるといいのかもしれない。そうすると結構パッと明るくなるから。あ、ムーンのやつネットだと売り切れでした。そっか、売り切れ結構多いですね。はい、そのアイシャドウ今日届きますね、使ってみてください。リング重ね付け、そう、重ね付け結構ねこうしやすいですよ、細いのと細いのとかだと。すごい入れてる。で、日本だとどこでお洋服買うことが多いですか？キャロル？
お店が近いからよく、てかもう絶対必ず行くのはキャロルには行きます。でももう最近日本に行ってないからな、どの店がいいとか逆に教えてほしい感じですよね。そうキャロルはでも旦那さんがあの日本に行った時とかに買ってきてもらったりもしますよ。くこれが欲しいって言って。みちかさんのライブとても良かったです。嬉しい。みちかさんのライブね、本当なんかやっぱ私も勉強になりましたね。なんかいろんな肌の子やってるけど、やっぱやればやるほど、あ、こういう肌の子はこういうのがいいんだとか、勉強になる子はすごい良かったです。私も目元がくすんでアイシャドウの発色が思った色にならないんです。どうしたらいいですか？目元くすむ場合はやっぱベースの色がすごい大事で、みちかちゃんもそうだったんですけど、ベースにちゃんとこのカラーチューナーの紫とか、そのくさまない系の色を仕込んで、しっかり仕込んでからやってください。そうするとアイシャドウの色もちゃんと出ます。あ、2色混ぜて使ってないです。今日のこれね、今日はここだけしか使ってません。混ぜて使っても可愛いと思う。二重なのですが、アイシャドウしても目を開けると消えてしまいます。私もこうなると消えてしまう。だからどうだろう、どれぐらい見せたいのかにもよるけど、見せたかったら幅広くしてもいいんじゃないかなって思います。このアイメイク、カラーアイメイクのカラー、黄色人種でも大丈夫です。大丈夫です。黄色系はね大丈夫ですよ。一重ビューラーのコツを教えていただきたいです。一重ビューラー、まあでも確かに一重の方ってこう結構上に張り付いてしまっちゃったりするから、あんまりこうグッてパンってならない、なりすぎない方がいいのかも。自然と。でも私もそれぐらいなんです。いつもあんまり上げすぎるのはしてない。これぐらいの角度でいいかなって思います。って、こういう感じだから、ギュ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 やりすぎなくてもいいのかなって思います。あ、知り合いがメイクアップキッチンで働いているのですが、三笘さんのインスタ画像見せてくる人が多いって、言ってました。嬉しい、効果がすごいみたいです。え、めっちゃ嬉しいですねそれ。あ、二重じゃなくて三重なんですが、いつもアイシャドウで苦戦します。コツありますか？私もね、実はね、本当に毎日二重の幅変わるんですよ。そう、なんかなんだろう、朝起きた状態で、あ、今日はこんな感じかって感じだから、多分前の画像とか見てもらうと分かるけど、二重の幅毎日違うと思う。こっち側が特にね、なんか見えになったりするんです。そう、でもまあ、あんまりね、気になる時もあるけど、メイクでわざわざがっつりこっちはこうしてこうしてとかバランスを整えたりしないですね。なんか人って全然、多分左右ってバランスが、まあモデルさんは完璧だと思うんですけど、ちゃんとね、こうここのバランスとかも全部一緒だと思うんですけど、私耳の高さも全然違うし、結構ガチャガチャしてるから、まあそれはそれでいいのかなって思ってるんですけど、そう、アイシャドウの、確かにね、なんかね、疲れた感じにはなりやすいかも、三重の人って。だからそういう時はあんまりアイシャドウ塗らなかったりします。アイラインだけだったりします。じゃないと、アイシャドウで粉物のアイシャドウって結構ね、なんだろう、よれたりするんですよ、三重の場合。だからね、ちょっとね、難しかったりもしますよね。そう、みちかちゃんもアイラインだけだったし、私はアイラインだけで終わらすことも多いです。なんかシャドウだとこうボンってちょっと腫れぼったく見えたりする場合もあります。トーンのリキッドアイシャドウ02番を購入しました。今度はメインで使用してる。はい、わかりました。メインでやりますね。インライン痒くなってしまうのですが、やらない方がいいですか？痒くなるんだったらやらない方がいいかも。それか、そのインラインが合ってないのかもしれないし。ラガコンタクトです。普通の、あの透明の普通のコンタクト、目はあんまり良くないです。言ってものすねちこ超過、やっぱりエウェブで買えません。今まだ買えなくて、これから買えるようになりますので、スネーク超過ね。そう、奥二重で黄色アイシャドウ大丈夫ですかねってあったんですが、ただ
その本当に人によるんですよね。だから直接見てみないと全ての奥二重の人が OK なわけでもないし、そう、あとね、その人の肌の色とかにもよるから、二重の人でも黄色いアイシャドウがダメな人もいます。だからちょっとね、見てみないとわからないです、申し訳ないんですが。黒髪だと眉は薄めより濃いめの茶色の方が好きですか？眉が目立ちすぎてる気がしてあまり好きではないのですが、黒髪だと眉は薄めより濃いめの茶色の方がいいですか？うん、どういうことだろう、これぐらい薄いのがあんま好きじゃないってことなのかな。もしまあそれだったら濃くしてもいいと思うけど、私はこれぐらいの薄めが好きかなって思います。そう、なんかね、こういう薄いメイクをすることが多いから、眉毛だけボンってするのがあんまり好きじゃないかなっていう感じです。韓国コスメ使ったりするんですけど、こっちであんまり手に入らないから。あ、それこそファミュって韓国コスメですよね、もともとね、韓国の方がやってますよね。アイさんはオーガニック化粧品が多いですか？はい、多いです。はい、やっぱり肌に優しいからですか？肌に優しいからですね。そう、なんかでもそうじゃないものも結構使ったりもするので、全てではないんですけど、そう、匂いとかも好きです。アイブロウはボビーブラウンがいいですか？なんか結局私ずっとボビーブラウン使ってますね、アイブロウのパウダーは。でも他のもいいのもいっぱいあります。ただあんまりそんなにアイブロウの種類を持ってないから、それをよく使ってます。眉頭が濃いのですがどう処理したらいいですか？濃いっていうのは長いってこと？まあね、みちかちゃんは色を抜くっていうか染めちゃったんですけど、こう色味が濃い人は眉マスカラとかでもいいですよ。はい、セルボークのですね、すっごい薄いベージュみたいな色が、私昔前に紹介してた、あのまつげにつけたやつがあるんですけど、それをブラシに取って眉毛にサササってつけて、その上から普通のブラウンの色を足すとか、一回ベースをそういう色でザーってコンシーラーみたいに消しちゃうのもありなんですよね。ちょっと今度それやりますね。今度卒園式と入学式があるんですが、メイクと服悩み中です。メイクと服、そうか、ちゃんとあれしなきゃいけないのかな、スーツとか着なきゃいけないんですかね。でもそしたら私はスーツとかあんま詳しくないから、どんな感じでの雰囲気で行かなきゃいけないかはちょっと正直わからないんですけど、まあでも自分の好きな格好でいいんじゃないかなって思っちゃうけど、ダメなのかなね。ツヤ肌目指したいのですが、テカリと間違えられないか不安です。テカリと間違えられないポイントって、やっぱ油分っぽいと、テカリと間違えられちゃうけど、ちゃんとこういうハイライターとかの色感じだと全然大丈夫ですよ。アイライナーをインラインで引くときペンシルの方がいいですか？うん、インラインはペンシルの方がいいと思います。はい、メイクアップキッチン行きましたが、アイゼンのおすすめほぼ売り切れです。本当ですか？そっか、売り切れなのか、それはあれですね。ね、まだでも入荷するんじゃないのかな、どうなんだろう。下まつげがちょっと長めでマスカラ塗るとケバくならないなります。塗らない方がいいですか？塗らない方がいいとも気になるんだったら、そう、もうね、気になるところにわざわざ塗らなくてもよくて、あるんだったらもうそれを活かした方が超時間短縮ですよね、朝のね。あ、アイシャドウはトーンですよ、多分ライブに後にポストしてくれると思います。そう、嬉しいです、すごい。私が多分ポストし忘れてたり紹介し忘れてたりするのを皆さんがこう言ってくれたりコメントに残してくれたりするのすごいありがたいです。そう、なんかこの前もね、どこのですかって聞かれた時に、これどこのだっけって思ってる時に、違う方がここのですよって言ってくれてたから、
そう、すごい嬉しかったです。旅行に行くときに荷物を最小限にしたいとき、愛さんなら何を持っていかれますか？なんだろう、超最小限、どれぐらい最小限なんだろう。まあ買えますよね、どこでもね。パンツも買えるしね、服も買えるし。何持っていくんだろう。携帯でもやっぱね、その行く場所にもよるけど、すごいこう都会だったらやっぱおしゃれなアイテムを持っていきたいですよね。メイク道具とかね、あとはこういうジュエリーとかね。そう、ジュエリーはね絶対にいつも持っていきますね。ちょっと待って、これどこまでコメントをいただいてるのかちょっと見てもいいですか？あ、ちょっとこれ全部答えられないかもしれないなっていう感じなんですが、ちょっと待ってくださいね。答えられないかもしれないなと思ってますが、でもちょっとギリギリまで頑張りたいと思います。目元のシワに困ってますっていう方もいますね。目のカラー中のイエローは使われませんか？やっぱり一番使えるのはラベンダーですか？ね、イエローはね、顔色の悪い人、すごいこうちょっと 病的な感じの人にイエローとかはいいと思います。そう、ちょっとねグリーンっぽい人にはイエローはいい。グリーン、じゃあ紫っていうか、なんかそう人にはイエローいいですよ。白むくのおすすめ教えてください。白むくメイク、白むくメイクはもう本当にもう私超古典的なやつがいいんじゃないかな。ちゃんとしっかり綺麗に赤リップ塗って、白むくね着たかったな。でなんかちゃんとラインとかもしっかりして、あとはツヤ肌にしてとかの方がいいと思う。小敷地にイエローをくすむかもと言われました。ムーの小敷地の方にイエローをくすむかもと言われました。結局パルクプル買いましたが、イエローを使ってみたいです。うん、ベースの肌の色にもよるし、その時使うメイクの色にもよるから、まあでも使いたいのは使ってみてもいいかもしれない。なんか使わないと自分が何が似合うか分かんないから、結構ね使ってみるのはいいと思いますよ。白髪ケアはね、もう染めるかしかないですよね。染めるか、もう明るくしてハイライトみたいにして目立たなくするか。お客様そうはそういう感じでやってみましたね。髪の毛は仕込みかけてるんですか？すごい、それ私すっごいストレートなんですよ。もう本当に超直毛です。はい。プチプラコスメ使いますか？今は使ってないかな。でも日本にはねプチプラコスメすごいいいのありそうですよね。はい。ブルベですか？イエベの向きのファンでばかりで、ブルベ向きのおすすめファンでありますか？なんか私そのブルベとかイエベって美容学校の時に習ったんですけど、正直よく分かんなくて、モデルさんにファンデーションを選ぶ時もこう、なんだろう、自分の感覚で選んでる。あ、この子はこれとこれ混ぜたらいいなとか、あ、この子はこれの肌質だなとか。だからそのブルベイエベでのブルえなんだっけ、そう、それで判断したことはごめんなさいないです。アイブロウマスカラでおすすめありますか？ディオールのねもいいし、あとこっちでしか買えないかも、グロッシアのやつとかも好き。トーンのマスカラ買ったんですけど、まつげが下がってきちゃいます。うん、人によってはそういうのもあるかもしれないです。だから本当にコスメって、例えば私は全然平気だけど、下に落ちてきちゃうっていう人もいるので、なんかそう絶対これがっていうのもなくて、一回試してみた方がいいです。そう、あんまりね
あんまりこう全てがこうその人に全部合うわけではないので、はい。グリーンの石のついたスネークチョーカー欲しいです。グリーンの石の どれのことだろうな、あれかな、ルチルクォーツとかもグリーンですね、はい。初めてプルイデビューします。ピアスは開けてないのですが、初心者におすすめありますか。ピアス開けてないんだったら、耳にするんだったら絶対イヤカフですね。イヤカフすごいいいですよ。これ落ちてこないし、なかなかなんだろう、ちょっとポイントになるし、耳にかけた時とかにね、キラッてするの可愛いですよね。イヤカフ全然痛くないんです。これ痛くないですかってあったんですけど、唇の乾燥がひどいのですが、おすすめのケアあったら教えてください。私はもう本当リップばっかり。そう、今はミルク使ってます。頬の下にシミがあるのですが、コンシーラーで隠してもチークの段階でまた出てきてしまいますが、何か技がありますか。どんなシミだろう。なんか大きいボンってしたシミだったら確かに気になるけど、私はもうそばかすとかこう細かいの私もあるんです。この辺にね、こっちに引っ越してきてからこれ全部出てきたんですけど、これとかでもね、全然隠してないかも、気にしてない。あ、昨日コスメキッチンで散財してきました私も帰ったら散財するんだろうな、怖いですよね。ナチュラルコスメでにじまないペンシルアイライナー、ペンシルアイライナー、このムーのやついいですよ。さっきもでも言ったんですけど、人によっても全然違うから、目の形とかも違うし、だからこれがいいって言っても落ちてくる可能性はあります。なので一回試してみた方がいいと思う。あ、MIMC だ、ごめんなさい、さっきムーって言っちゃったかな。 MIMC のアイライナーですね、これは。アイさんのおすすめいくつ買っただろうというくらい買いました。そしてお気に入りのアイテムばかりですって嬉しいですね。ホワイトニングしてます。そうでも家でしてますよ、ホワイトニングは。今日でも歯医者ね、痛くはなかったけど、やっぱ歯医者ってこう疲れますよね、ずっと口開けてないといけないから。アイライナー何使いましたか。全部後からのせますね。今のね、メイクイエローラインがなくても大丈夫です。もしイエローラインがない場合は、この、MIMC のラインをもうちょっと私だったらオーバーラップして描きますね。おしゃれでインテリアも気になりますね。いつかね、いつか見せたいですよね。はい、もう一年日焼け止めはどちらで買えますか。ビジュー赤坂で調べてください。ビジュー赤坂で、私なん結構、タグ付けしてます、今までのポストにも全部で、そこから入ってもらって、そしたら日焼け止めはだけでも買えるっていう感じです。いつか愛さんにお会いしてみたい。それがですね、そう言うの忘れるところだった。実は3月に帰国するんです。完全帰国じゃないですよ、一時帰国っていうか10日間ぐらいかな、ちょっとお仕事で帰ります。なのでまあそこで皆さんにねお会いできる機会を作る予定です。でもどこだかはちょっとまだはっきりわからないのですが、なのでぜひその日は開けていただければ嬉しいなって思ってますけどね。はい、でもね3月中旬ぐらいかな、うん、そのくらいだと思う。10日間ぐらい。そう、残念ながらハックンはね一緒じゃないんですけどね。はい、またのんちゃんとインスタライブやってくださいって。はい、やります。地日は前焼けの洋服が多かった。ちょっと待って、多分下にいっぱいコメントが入ってきて、あ、そう、ハックンね一緒じゃないんです。ハックンはね多分ね一緒に、モレナと一緒かな、今回もなんか仕事だから。そうなんですよ、申し訳ないけど仕事だからね、多分ハックンもね全然楽しめないと思う、日本を。だから今度ベイビーが生まれて、ハックンもねずっとね飛行機乗りたいって言ってるんです今。だから今度ベイビーが生まれて
ベイビーが多分まあちょっと経ってからかな、その時ぐらいになってハクもねある程度3歳ぐらいになってちょうど飛行機に乗ってもいい時期なんじゃないかなと思ってます。はい仕事ずるしていきます仕事ずるね、仕事ずるぐらい全然大丈夫だと思います島のこれ何回かやってもらったことありますって、嬉しい。京都はね行かないんです、京都は行かない、人山メタです。カラーメイクする時のコツを教えてほしいです。LINE でカラ一重の方って、みちかちゃんもそうだったんですけど、 LINE でポイントでやるといいです。アイシャドウとかってよりもアイラインを引くと可愛いと思う。ですね、嬉しい。なんかぜひぜひ来ていただきたいですね。ただあのはっきりした場所とかなんかそういうのはまだあの決まってないんですけど、そうぜひ来ていただきたいなと思います。であともう時間がなくなってしまいました。ちょっとすっごい喋っちゃった。また今日も気づいたら1時間経っちゃうんですけど、はい。なのでまたそういう詳しいこととか、あとはお皿のことだったり服のことだったり、またあの報告したいことがいっぱいあるのでやりたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた。